みなさんこんにちは、オルタナチャンネルナイトです。ウィンスペシャルワンです。 YouTuber ってさ、みんな銃が好きなんだよね。決めつけすげえな。みんなどのジャンルでも、ビューティー系の人でも、俺ビューティー系の人が銃好きって言ったら見たことないよ。キッズの人でもやっぱ銃が好きなんだよ。まあ鉄砲のおもちゃってさ、やっぱ子供心くすぐるじゃん。まあそうだね、見てる人たちも楽しいからね。そう、今回変な鉄砲のおもちゃ10個買いました。10個来ました、10個シリーズ。銃を10個、言うたってさ、銃を10個銃を10個買いました。悪い、俺が気づいてやらないからもう自分で言っちゃってたもんな。ごめんごめん。なんだこいつ。これおお、スパイダーマンの銃、銃じゃないけど手から出るってことですか。手から出るやつ。あ、ちゃんと手袋もついてる。これここから噴射するんだ、こういうふうに。すげえ潜行感みたいな。これにこれまずはめます。うわ怖っ、飛び出そう。あーあーあああ、手につけてから出したかったのに。スポンジみたいな感じだね。逆だな、これこれ逆についてるよ。普通は、これが反対だよね、うん、あ、また回るんかい。俺たちダセー、ダセー。もう一回これで。うぅぅぅ、いやいや、ちょっと待って、あ、早い制御不能。次、有名だね、空気砲。ドラえもん、ドラえもんね。すごい、そう結構しっかりしてる。ほんまや、空気砲。いくよ。ああ、まあ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 。おお、続いてこちら、究極ゴム銃。おお、ゴム鉄砲だね。まあ男の子は好きだね、ゴム鉄砲。うわ、組み立て式結構複雑だこれ。マジで。さあ、できました、完成。ここに輪ゴムがあります。はいはいはい。何本かあるから連射できるんだろうね、これが。おお、すごいすごい、すげえ。ちょっとこっちの弾でやってみるか。的作るの下手か、これやるの下手か。近い、ちぇ、そんなに近くに。もはや振れる距離、おわ振れる距離だよ。続いて、こちらこれ、雪玉を作れるやつ。うわ、すごい。いいよ、そう。入ってないかい。入ってないかい。本当はここに雪を詰めて、埋もれて、こう引いて。これね、これで雪合戦やったらめっちゃ楽しいと思う。これの代わりにしょうもないけど、これ使うと。しょうもないけど。全然出ないじゃん。出方しょうもなかったら。ちょっと飛距離やばくないこれ。やば。この飛距離はやばい。雪だったら違うかもしれないけど。ああ、ちょっと続いて、水鉄砲バナナ。風呂場行く？鉄砲といえば水鉄砲みたいなのもあるだろうね。まあね、でもすごい一般的な水鉄砲だね。バナナだったから形が面白いとかね。ああ、いいね。やべえやべえ、撃ってくるな。こちら、じゃん。続いて、電動式ウォーターガン。アクアイーグルレッドゴーヤム100連射。これ、ほらワクワクするぞ。すごいなぁ、キャラが。多分電動っていうのはちょっと興奮するよね、子供とかは。興奮？なんだこいつ。さあ、電池入れました。これ結構すごいね、いかついね。それでは100連発、はい、いきます。え、あ、出てる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 。おー、あ、これすごいわ。あ、威力すごい。これすごいわ。ちょっと飲めるんじゃない、それ。水だから飲めるって言ったら。あぁ。続いて、レーザースプラッシュ、水流が光る。さあ、もう10分ぐらい電池と格闘してます。ここのボタンを押しても反応しないんだよね。じゃあ、うん、水入れて光ってる手で遊ぼう。いきますよ、はい、よーい、スタート。あっ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 、すごい、溢れてる溢れてる溢れてる。わあ、光ってる。わあ、すごい、あっ、やった、やった、光ってる光ってる。続いて、こちら。霧をこんな感じでペットボトルにつけて噴射させるやつ。結構ね、威力強いと思うんだよね、これね。普通にこういうのもあるけど、うん、霧をってついてくれたから。王だよ、王様だよ、霧の中の王様。しかもこれパート2だからね。水をまず入れると、ちょっとかっこいいな。結構かっこいい、これ完成ります。はい、もうパンパンだね。もうここエアハス普通柔らかいじゃん、うん、もうここパンパンでへこまない。嘘、本当だ。もうこれ以上やったら破裂しちゃうからやめて。自分じゃまだ破裂しそうだった。じゃあそこ上を襲ってんじゃない。いきますよ、はい、霧を、いけ。おお、え、
大したことないじゃん。それ多分回せばストレートとかになるじゃん。なるほどね。あー続いて水鉄砲系続きます、はい。これすごいな。生物発光によって水が光る新感覚ウォーターガン。生物発光。ああ光った光った。なんかすごいすごいすごい。なにこれ、食べられます。ちょっと食べてみて。食べられませんって書いてある。ちょっとトイストーリーみたいな。うん。え、うわ、めんどくさそう。すごい薬物みたいなのあ、なるほどなるほど。そのままでいいんだ。こうなにこれ。いきます。あ、入った。で、これで蓋をする。蓋をして5分待ちます。なるほど、反応するのね、これで。さあ、5分経ちました。さあ、5分経ってどうなってるか。電気消してやってみるか。そうだね。はい、いきます。 3,2,1 微生物出てこい。あ、すごい綺麗。あー、これ伝わってる。綺麗。伝わってる伝わってる。めっちゃ光ってる。おお、出ばよくなってきた。水鉄砲の飛ばした水が光ってるといいんだけど、それがさすがに見えないね。ブラックライトみたいな感じだね、これ。そうだね、そうだね。つけたらもう普通なのに、つけたら、つけたら普通の水だったね。じゃあラスト、はい、最初にできてなかったこれ、シュプリームって書いてます。で、電池入れました。これ回転します。この黒いところがなんかベルトコンベヤみたいになってて。いきます。はい、3,2,1。おお一瞬で出るね、何枚も。あと3,2って言わないで、2って言って。3,2,1 ゴー。おお、出る出る出る。結構すごくないこれ。じゃあ最後なんか成金みたいに内藤の周りにこれを出しまくるわ。なるほど。いきます。3,2,1 ゴー。おお、すごい。